はい、頑張ろう、うん、よし、もっと集中して、うん、やっちゃえとかなしで、やる。そうだね。とか言いながら、なんか、わけわかんないで、俺、降り立った。わけもわからず、いきなり降り立った。あ、でも、リバータウンいいよ。リバータウンね、家たくさんあるから。ここ?もうちょっと前、もうちょっと前、もうそこしかないな。もうそれが限界だな。やべ、とか言いながら、なんか、今までの、あ、だから、その敵のいる建物には絶対被らないように、どっか入れば、みんな喧嘩せずに武器が手に入るから。ちょ。いや、違う。こんなのいいんだ。武器だ、武器。武器。ハンドガン。まあ、最悪、ハンドガン。で、ここじゃない、もう隣の家かなんか行かないと。うん、そうだね。もうそこは俺割ってもいいと思うわ。もうその急ぎだから。これゴミだな。あ、でも他あるでしょ。なんかもっといいの。いつか死んだ家だわ。そうだね。ここも死んだわな。よし、ピッタ。あとは遠距離武器が欲しい。まもなく崩壊が起きるだろう。指定されたセーフゾーンへの移動を推奨する。ちょっと遠そうだな。ハンドガンで強いのとかないんだろうね。まあマグナム、それリボルバーはヘッドショットとかで一撃倒せるっぽいけど、いやでもそんな腕ないから。まあそんな腕はないから。うん、だからでこんな、その理論上そうだよっていうだけの話だよ、うん。これまた大変だね。これ大変なところになったね。そうだね。しかもなんか川渡んなきゃいけない。渡んなくてもいいのか。人と出会いまくりながらこっちへ、こういうルートだよね。もうここら辺にいる人はみんなこっち行くもんね。うん。は?やばくね?だから足音を聞きながらお前の実力が今試される時がいい。これめちゃめちゃ実力試されるとこじゃん。って言ってもいきなり死ぬかもしれないね。まあでもまだ物取れるっしょ。家、その辺空いてるし。まだそっちの方がいいな。足を聞きながら、今欲しいのは服。服欲しいね。服欲しい。それ何？ライフルか。お、STM。遠距離いけるの欲しい。家の中は一応気をつけろ。あ、まんじゃん。これで一応最低限揃ったな。最低限だね。あとバックパックがあればね。ちょっと気をつけろ、2階とか。まあ、多分いないと思うけど。報告。サークルの崩壊が始まる。が結構セーフゾーンに向かえ。だね。うん、で弾と。よし、落としてない。よし。ちょっと周囲を警戒しながら。進みます。このちょっとよちよち歩き嫌だな。走ってもいいタイミングとね、そのダメなタイミングを自分なりになんか分けれるようになったらいいんだけど、その後ろ歩きって基本的にする必要はないと思うよ。てかお前後ろをさ、いつも警戒してるけど後ろはもういいんだって。うん、来るやつはそう、音出してくるから、後ろから来るやつはめっちゃ近いんですけど。サプライドロップが来るぞ。その車の音はね、警戒したいね。通過してたんじゃないか。後ろはいいって。あ、バックパックあるじゃん。それ欲しいね。アイテム取れる数が増えるのは。それは閉めなくていいじゃん。すぐ出るんだから。確かに。うん。あとサプライドロップ取ったことないから取ってみたいよね。あ、すごい目標だね。あれ取るのはかなり至難の業だろう。めちゃめちゃなことだろうね。で、今はとりあえず思っておかなきゃいけないのは、人がそこにいるかもしれない。うん、いたらもう撃つ。っていうことだけちゃんと思っとかないと、いたときに、あ、いたみたいな思ってるだけで、うん、
覗けないから。こう話してるのもね、結構余計なことだったりするんだけどね。ちゃんと動画だから、話しながら何思ってるかを伝えつつ、まあそうだね、伝えつつ、伝えつつ戦えたらいいけど、ブラブラ歩いてるよね。あとなんかそのキョロキョロする必要ないって。あの一個の方向だけ集中して、そこに現れたら倒すっていう方が良くて、サイレンサーかなんか。意識しない方向に現れたらもう逃げるっていう方が。めちゃめちゃやってんじゃん。お、あ、ちょっと待って、それは全然倒せ、あのね、え、弱っ、それ回復されちゃってるよ。いやいや、もう撃つな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 、もうそれお前超不利だから、下がれ下がれ下がれ、下がった方がいい、逃げた方がいいです、逃げた方がいい、そう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 、うん、そうそう、そのまま逃げて、そしたら死ななくて済む、また明日も生きられる、それで。で、ちょっと一旦ストップ。いいと、俺もう走る、走ります。何だったんだよ今までのよちよち時間は。走ります。あの、あれに迫られる方がしんどいから。で、敵の方向かってるの、そっちでさっき敵がいた側の車線に入っちゃうよ、そのまま行くと。いい、もうここにはいない、大丈夫だ。いやいやいや、だからそのさっきお前と戦ってるやつの目の前を走ってるぞ今。もうね、いいっす、いいっす、あれに迫られるよりいいっす。あれそんなダメージ食らないで最初は。ちょっとバカすぎた、バカすぎたのもあるけど、ああ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 、あっちでもやってる。ああ、ああ、やってる、やってる、あそこいる。あいつ戦ったのかな。迫られて、もう水入ってんだろ、あいつ多分。まあ、まだ回復すれば、生きられるかな。あいつ水入ってったわ。ちょ、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 呼吸して、呼吸忘れてるぞ、お前。呼吸は医療キットではできないぞ。あ、車乗れば。通知する、さらなる崩壊が予想される。ちょっと地獄じゃねえかこれ。人数しか食らってないから落ち着け。車乗ってるね、人もいるね、地獄だなこれ。何してんだろう。いやいやいや、落ち着け落ち着け。こっちに人がいいんだよ。あ、まず回復でしょ。あ、お前無理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 、なんでそっち行かないの。アラート左じゃん。違ったか、俺が認識した方と違った。違う、地獄だな。ああいうのダメ、ああいうのダメなんだ。やっぱだから早くエリアに入りましょうってことだよね。いや違う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 、エリアは別に早く入んなくていいんだって。今のでもこんだけ走らされたらもうあのこういう風になる。だから今撃たれたけど、結局このゲームって撃たれ出しても死なないのよ全然。隠れれば、今もうまっすぐ走ってれば、なんかなんかなった、なんか出た、あ、まあしょうもないシールが1枚出ただけど。だから大事なのは、うん、あの近距離で接敵しなければいいのよ。うん、遠くで別にバレる分には良くて、とりあえずあの一番すどうすか、本当に先に撃たれたくないな。割と走ってもいいのよ。なんで走ってもいいかっていうと、うん、近距離でボンって出会うことは荒野の中ではないじゃん、相手こうやって似てない限り、はいはいはい、だ荒野のとこでボンって当たらなければ、うん、割かし大丈夫なのよ。そう、それは分かった。だからでも隠れ方が分かってないから、多分それでええってなって、うん、えのまま死ぬっていう、横から撃たれた時ね。まあそうだね、だから今アラートが出たのがこっち側だったから、あの家の方に走れば壁になるなとか。そうだね、なんか見てなんか違う方だと思っちゃった。なるほどね、うん、あの家の裏隠れりゃいいと思っちゃった。はい、じゃあ次じゃあもうあの生かそうこの失敗を。